俺たちの時間。ああ、やっとナーバトラーできるよ。もう夜泣きがひどすぎて一睡もできてねえけど、ようやくナーバトラーできるようになったね。うん。というわけで、どうも俺たちの時間のアッキーです。いやー、皆さんいろいろあったんですけれど、まあ、とりあえずね、ナーバトラーやっとできるようになったんで、で前回デッキを作るところまでやったんですよね。あのナーバトラーケンさんだっけ、うん、彼とデッキを作るところまでやって、まあ、次回戦いということだったんで、まあ、今日はね、あのなんだっけ、名前忘れたけど、なんとかクラゲをね、今日レベル3倒したいと思います。俺たちの時間。デッキをちょっととりあえずおさらいしようか。どこで見るんだっけ毎回ここじゃねえな。ダイナマとロボットボム合わせたらガチンってなって強くなるでみたいな。あ、でも今考えたらさ、あのタコスタンプもあれめっちゃロボブと同じような使い方できるね。あ、やべえ、もう今日勝てるイメージしかねえや。あ、もうあの陰キャいなくても今日勝てるな。もうこれいけるわ。陰キャって言うんじゃないよ。あれあれ結局来たんですか彼は。ポン、お待たせしました。日本ナーバトラー協会研修生第1期生ナーバトラーくんの。あれ来たんですか。え、来ますよ来ますよ。もうデッキ組んだからもう用なしかだなと思って。いや一人かなと思ったんですけど、いやむしろその成果を見せていただいてですよ。はい、もうその成果を見せてくださいよ。あ、そうですね、せっかく教えたものを。第1回で戦い方、第2回でデッキ構築をね、そうやったので、まあ、第3回はその総括編みたいな感じですか。そう見せてくださいよ。じゃあちょっとやっていくか。そうですよ、こいつだな。はい、スタッフさん。はい、のんびりクラゲレベル3たまたま1回なんか奇跡的に勝ったんだけど、まあちゃんとね今日ね、はい、勝とうかなというわけでやっていくか。奇跡の勝利は勝利じゃないです。そうだよね。はい、うん、たまたまなんか向こうが事故ってたみたいな。あ、そうカードゲームってそういうのありますから。おっしゃー、やべ、初の実戦だ。よし、これは勝とう。はい、あ、思い出すよ。はい、まず最初のマリガンで、はい、10以上のカードが2枚あったら OK みたいな。あ、そうですよね。いやでもちょっとね、まあ、16ってあれ切り札だよね。そう、切り札だし6、5も少なすぎる。あ、確かにね。うん、下の2枚が少ないな。うん、ちょっとね、うん、これはマリガン間入れれるなみたいなところで使いたいから、これマリガンしよう。あ、下のやつがってことだよね。うん、マリガンするか。じゃあこれ OK、ナイス判断。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。おお、いいと思う。ウルハン来て、ウルハン。ウルハンはちょっとまとっとこう。これ、最後の最後だもんな。うん、ちょっと少ない量で戦えるしね。ダイナモ来た。あ、これ早速ダイナモとさ、この辺で組めそうだよな。組めそう。じゃあまずダイナモ置いてくか。まあちょっと敵陣詰めつつみたいなことしたいから。いいじゃない、なんかこのね、角度悩んでる間が一番のアバターって感じだよね。もうこれだったら下のやつも貯めつつで、これ上につなげられるもんな、次7、ね、上にね、そうね、うん、ちょっと一旦俺の力でやってみようかな。そうね、うん、そうね、オッケー。じゃあ一旦これでやってみるか。昔の俺だったらこれ、教えたんでね。昔の俺だったらそれ、昔の俺だったらこれだった。とりあえずここに置くか。はい、うわ、敵結構攻めてきたな。そうなんですよ、意外とね、うん、結構攻めだったですね、敵は。そうなんだね。自陣を最初に塗っとこうかなと、敵陣攻めてから後で自陣塗ろうかなっていう、うん、結構縄張り的な感覚になる。そうだよね。そうだから性格出る。ダイナモのスペシャル後で食べられるんだよこれ。うん、どうせね。そうだったらちょっとでも上行きたいから、昔の俺はこうやってた、うん、はいこれがいいんじゃないか。これだったらあの右のスペシャルも貯めようと思いながら、そうですね、敵陣に攻められる。そうですね。ちなみにもう一個上級編アドバイスあるんですけど。お、なんでしょう。まあそれはちょっと今は控えておきましょう。なんでだよ。今まで教えたことで戦ってやれよアドバイス。まあ相手もね、被ってくる可能性もあるからね、ここで、ね、そうまあ一旦やってみるか。おー、こっち来たな。来たね。一旦飛べるか。来たね。一旦止めるか。これとか、それとかいっちゃんハマるけど、いっちゃんハマるね。うん、見つけちゃった。あら、これいっちゃんハマるね。見つけちゃったね。これいっちゃんハマるね。これいっちゃんハマる、見つけたね。あ、守りに来やがる。守りに来たね。
なるほど。こうなるとだね。あ、これさ。あなんだっけ、前回俺がなんだっけ、なんかもう忘れちゃったよ。なんだっけ、なんだっけ、天才アクション、あ、天才アクション来たみたいな。天才アクション来た、天才アクション来た。どうでしょうこれ。それ最高じゃん。はめつつ、まぁ、あ、ちょっと上にも攻めつつ、あとは右上のあそこが埋められればね。そうだね、確か ね、俺長細いの、待って、長細いの1個入れてた気がするんだよ。あ、俺ね、デッキの中身を見るっていうのも覚えたから。あ、長細いのあるね。だから、まあ、これいいんじゃねえかな。で、これで長細いの待ちで行ってみよう。まあ、敵がこっち来る可能性もあるが。あー、来たか。うわ、逆にちょっとあそこ貯めづらくなっちゃったか今。あそこはまあそうだね、もうスペシャル使って貯めに行くしかない場所になっちゃったね。そうだね、一旦止めるのありが。まあ、こうなってきた時一番ね、ちょっとナーバトラ力が試されるね。そうだよね、うん、こうなってからだね。まあ、クラブラはまあこの辺にははまん、あー、はまっちゃうね。でも僕は、あ、これやべえ、それいい、これいいな、それいいな。これ相手貯めないつつこっちが2個貯まるんだよね。それいいな、これいいな。ただ向こうの侵入も許してしまう。自陣を守るか。そう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 、そこでスペシャル貯めちゃうのか、自陣を守るのかだよね。そうだね、うん、まあぶっちゃけ自陣は塗られても塗り返せるからな、あとで。で、今俺が見つけたのはこれ。あ、そう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 、僕一番最初に見つけたそれだった。あ、本当に。それがね、結構いいなって思って。まあ左下はどうとでも塗れるから。そう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 、だから変な形入れたらあれ入れづらくなること考えたら、うん、あれ結構僕は好きかな。じゃあこれでいっとくか。うんうん、これでガチンと攻めてくるか。あ、守りに行ったね。守り入ったね。まあ、ただあそこまだ入るんじゃないかな、長細いのが。うん、なんか、そうだね。6マス。あ、ちょうど入る。ちょうど入るね。ちょうど入る、ね。ちょうど入る。なんならスペシャルが、まあ、1貯められるのか。1貯められるね。お、成長してます、ね、成長してます。戦うたびに強くなる。ちょっと俺がゆくゆくどんぐらい貯められるか見るか。まずここで貯められるだろう、確実に。1、2、3。で、多分右上もここちっちゃいの来たら7貯められるんだな。うんうんうん。なんだっけ、指令は打てるな。指令は打てるね。指令ドンはできるから守っとくか。だから多分司令と、これはね、司令とウルハンは頑張ればいきそうだけど、ただ結構攻められそうだもんな。うんうん、うん、ここ置いとくか。ここだな。すごくありがとうございます。うん、ここ一旦守っとこう。あ、かぶせてきたな。うわ、めっちゃかぶったな。うわ、それやば、かぶったな。この一手でけえな。でっか、この一手でっかだな。痛いな。まあ、ただ優秀な奴らが来たから、ちょっと優秀な奴らを消費するか。そうだね。そこは地道にもうスペシャル貯めてくっかって感じだね。そうだね。まあ、ここにこれでいくかな。敵がまだ1もね、スペシャル溜まってないんだよ。あ、そう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 。そう。だから、自陣に置くしかないんだよな、今。なんか、一昔前のアッキーみたいなね。確かに。敵陣だけ、こう見たらどう？相手の動き。一昔前の自分の動き。こう見たらさ、余裕なさそうで。余裕なさそうじゃない？うん、余裕なさそう。あとだって、あいつ、攻めすぎたせいで、濡れるのは自陣しかないからね。そうだね。うん。じゃあ、ここかな。うん。とりあえず。で、敵は自陣を塗るしかないと。そうだね。で、今、俺が5個かな。やっぱスペシャルがバラバラすぎて、スペシャル貯めれそうな気配ないもんね。ほんとだ、相手の見るとね。すげえバラバラだね。すげえバラバラ。あ、君は、あ、天才アクション、ここと、ここで。あ、そうですね。あとちなみに、はい、前回教えたように、タコスタンプはもう、そのコンボしなくても、1枚だけで、スペシャル貯まるという関係性。これガチョーンで。そうそうそう。これガチョーンで生まれる。そう。強くね。強くね。バカ強いな。超強いのよ、やっぱり。敵が最悪置けないよな。あと、隙間に埋めるぐらい。隙間に埋めてきた。あ、うわ、めっちゃ溜めてきた。それ狙ってたな、相手。2か。てか結局あと残り2枚来てないのが細長いやつという。ああ、そうだねー。これちょっと狙ってたのにね。引きの運があれだな。狙ってたんだけどねー。ね、細長いの来る前に結構でかいの被ったな。そうだよな。相手のスペシャル打ってきた時のことを考えて、ちょっと離れて置いといた方がいいんじゃないかな、これ。ああ、そのワンチャンこれ潰されるよね。すげえ、めちゃくちゃいいね、その考えは。これが強い。相手スペシャル使わない。
相手引きいいな、ずりいな、うん、相手引きいいな、相手強い、相手ずるい、なんかいや引きいいね、後半のなんか若葉とスクイクで埋めたのうまいね、やっぱね、まあここかな、そしたら、はいはい、うん、相手も打ってくるか、打ってこない、打ってこない、最後にパスか、お、いや、埋めてきよう、うわぁ熱い戦いが繰り広げられてる、ここで、うわぁこれギリギリだ、やば、相手スペシャル 4! こっち 3! だからもうこっちあれだね、もうそれ一択だね、それ一択、最後の戦い、え、94、84、84、84、84、84が一番削れるな、これ、あ、95、83、あー、それっぽいね、これかな、いや、それっぽいな、うわ、これだな、ギリギリの戦いだ、ギリギリだ、1でしょ、差が、すげえギリギリの戦いだ、これしかないか、 OK、 頼む、いけ、こざつぐ、いけ、ほら、え、相手なんだ、あー、それなんだ、あ、うわ、でっか、でっか、相手、あれ、くさい、でっか、あれ、また1差で負けた、うわぁ、惜しかったですね。おい、なんでだ、相手ちょっとずるくねえか、今の試合。だし、これは、あの、カードゲームらしさが出てしまった。その、聞きたいカード。せっかく。そうだよな、うん、あれが早々に来てたらさ、ちょっと右上さ、侵入してさ、そう。右上から打ってたんだよね。そう、右上からスペシャル打ったら、うん、あの、広いスペース使う予定でしたから。おい、ざけ。いや、これはカードゲーム出たね。あのね、やっぱこれが、やっぱカードゲームの醍醐味です。くっそ、悔しいしかない。もうそうするしかない。もう相手なんもすんな。くっそ、強いよ。え？こんなに強いんすか？パスー、おいおいおい、強いじゃないか、僕がお手本見せてあげようか。ねえ、ちょっと引き悪いよ、あなた。勝てねえ。引き悪いんですけど。勝てないっす。もう。引き悪いです。サーケン、あ、サーケンじゃない、間違えた。ナーバトラーケン、引きが悪いよ、引きが悪いです。ちょっと一回僕にやらせてくれ。引きが悪いです。勝てないよ、ちょっとおまけ。ちょっと僕にやらせてみてください。全然勝てないよ、ノーレ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 。めちゃくちゃ引きが悪いじゃないの。全然勝てねえじゃん。おかしいよ。そんなはずはない、弱っ、そんなはずはない、そんなはずはない、そんなはずはないんだ。来ない、そんなはずはない、早いっすね、さすが、さすが早いっすね、めっちゃ来てんじゃん。ウケんだけど、それ右の方に置いたらさ、ガチャン、ここでいくか、うん、スペシャル1ためつつで右からさ、いけんじゃん、あ、そっちの方がためやすいか、むしろな、そっちの置き方の方が、しゃっ、やった、よしよしよし、あ、いいね、いいね、よしよしよし、あとあの1マス埋めれば、よし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 、あ、もう攻めでいこうぜ、これうまいことコント入んない、それは入んないね、あのさ、明らかにさ、プレイ速度が全然違うんだけど。俺あんなにゆっくりゆっくりチンタラチンタラやってんのに、クソ早いんだが。あ、よし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 、すげえすげえすげえ、侵入成功、侵入成功、侵入成功、しかも2位溜まった、侵入成功、侵入成功、侵入成功、あ、うまリッター 4K で場を乱してく、侵入成功、侵入成功、おいしい、あ、まあまあ、はい、でも全然いい、全然いい、全然いい、超全然いい、あ、マジで全然いい、いいいい、いいぞ、いいぞ、あ、置けないか、それ相手守るんだろうな、まだ余裕あんの、ただ2列って来づらいからね、こっち上は3列あるけど、すげえ来づらいの、うん、あ、来やがった、来た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 、これは止めなきゃだ、たらこれ置こう、さすがに置こう、あ、そっちなんですか、あのね、うん、クラーゲス重すぎてガキーンってなりやすい、あ、ガキになっちゃうのか、でかすぎてガキーンなりやすい、負けちゃうぐらいだったら、そうそう、負けちゃうぐらいだったらちゃんと全部塗る、俺は、なるほどね、敵攻めたいね、敵攻めよう、もう、お、それ溜まるじゃん、強っ、こだつくん強っ、
タコスタンプで2個貯めよう。お、すげえ、超強い。ちょっと待って、あんなに気悪かったのに、やっぱプレイヤーが違うだけで全然違う。そうでしょうよ。うわー、これ、あー確かに、それでもう1貯められればウルハンも打てる。理想郷だまさに理想郷だ。あ、もしかして、あ、ああ、まさか、ウルハンなんて使わねえよ、ま、さらに指令をぶっ込む俺は強い、さらに指令をぶっ込む。あ、絶対勝ったこれ。え、勝ったじゃんこれ。勝ちです、どんな手を使おうが勝ちです。え、勝ったこれ本当に。勝ちです。勝ったよね。勝てる、これはもう絶対勝つ。すげえすげえ、ママどうも、ナオトが剣だいやいや、ちょっと待って、バカにしてた俺、ごめん、あの本当のこと言うと、第1回第2回まで、うん、あのただの知識があるだけのインキャだと思ってたんです。あ、インキャってんじゃないよ。あの、よく起点聞かせたね、最後のやつ。そうそう、もう最後は、あの、置けないなの分かったの。うん。置けないの分かったの。じゃあもうあれですよ。別なのを置いて、なおかつ、指令を打つ。こっちの作戦に切り替えない。マジでかっこよかった、今。ウルハンを使うことに頭が集中行きすぎてる。うん、ではない。切り替え、切り替え、すぐに。え、めっちゃかっこいい、今の。そうだろ！まあ、今ちょっと、マジですげえ。そうだろ！見直したか！すごいなって思った。見直したか！見直した。いやー、よかった。俺、このまま負け続けたらどうしようかと今日思ってた。本当に。大丈夫ですよ、僕がいるんで。やっぱりどうやら僕が必要みたいだね、まだ。必要だったね、どうやらまだ必要みたいだね。あー、必要だったー、この野郎。舐めてもらって困るんですよ。じゃあちょっと次は、ステージ編かな、これ。ステージ編でいきますか。うん。今日はね、見事、のんびりクラゲ、はい、僕は勝ってないんだけど。はい。あの、ナオバタのケンさんが。スーパーお手本タイムでね。ね。いや、かっこよかったね。マジで。また、次回ね。はい。見ていただけたらなと思います。はい。この動画、面白い。あと、さっけんじゃねえ、なんだっけ。ナオバタのケンだ。の、プレイングかっこいいと思った人は、もうグッドボタンとチャンネル登録をね、よろしくお願いします。はい。Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらのフォローのほど、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた、次回、お会いしましょう。はい。じゃあね。